ちょっとごめんよ。思い込みというのは誰にでもあることです。あの子は自分のことを好きかもしれないなんて赤面エピソード、あなたにもあるんじゃないですか。思い込みとは怖いものです。そう、思い込みとは。お前誰に向かって喋ってるんだ、誰？行っちゃったんだろう。隊長、連絡もつかないの？緊急コールにも応答がなくて。おいみんな、これを見てみろ。もしかして隊長の方が。現場を荒らすんじゃねえ。消されちまったのかもしれねえな。お、なんだよみんな血相変えて。この山、俺様が預かる。は？お前何言って。隊長さんが死んじまった今、誰かが仕切らなきゃならないだろう。あの人には俺様も恩がある。あの、マルル？マルルじゃねえ、デカ長と呼べ。デカ長？見た目は子供でも頭脳は宇宙人、絶対に俺様が解決してみせる。メトロン星人も何かけねえ。犯人が潜伏しているかもしれねえ。船内を徹底的に捜索するぞ。ついてこい、小林少年。小林少年？誰？気にすんな。よいしょっと。よいしょ。さてと、何か極上なものは。お、なんだよ、ガラクタか。マキ、ミソワ、研究室を捜索しろ。いや、だから誰？バルール帽子落ちたよ。いただけ。もう、ここには誰もいないみたいだね。当たり前だ。そもそも犯人がいるかどうかすら疑うし。そうだよね。何これ。あ、ガッツスパークレンスじゃん。初期型の失敗作、使える代物じゃない。あ、そうなんだ。ウルトラマン・トリガー、やってみる。でもその失敗があったから最後には成功することができた。おかげで僕も火星で命拾いしたよ。で、別にお前のために作ったわけじゃない。ウルトラマン・トリガー、モルチタイム。
そういえば3000万年前の地球で戦った時、パワータイプとスカイタイプの光が遺跡に吸い込まれていくのを見たんだ。遺跡に？うん、そうか。もしかしたらその遺跡の一部を使ってこの石板が掘られたのかもしれない。あ、だからアキトがこの石板からハイパーキーの光を取り出すことができたんだ。結果的に3000万年越しに僕にみんなの笑顔を守る力をくれたのはアキトだ。ありがとね。うざい。え、よくそんなこと恥ずかしげもなく言える、うん、ちょっともう笑顔スマイルスマイル。アキト、ちょっと待ってよ。嘘、なんでバレなかったの。腰痛。さて、お邪魔します。おう、遠慮なく入って。うん、あの、これはなんか赤くない？いや、え、なにこれ。取り調べといえば夕方と大体決まってるんだ。取り調べ？おう、お前たちも狙われる可能性は十分にある。お、捜査と並行して聴取を行う。ラジャ、いい返事だ。カツ丼食うか。え、まあいい。それで、ね、何か狙われる心当たりはないか。それはそうだな。そりゃあ力だろう。誰かが俺の溢れるパワーを妬んでたな。ああ、やっぱり強い力を持ってたら狙われるってこともあるかも。あ、カツ丼は大丈夫だよ。ウルトラマン・トリガー、パワータイプ。強い力か。まあ、俺たちガッツセレクトは大きな科学力を持っているからな。え、ガッツが？あ、そっか。僕がウルトラマンってことは言っちゃダメなんだった。お、なんか言ったか？うん、いやいや、何も何も言ってないよ。そうか？すごいよね、ガッツ。あ、すごいよな、俺様。なあ、やっぱり俺の腕力で決まりだろ。かあ、これも体を鍛えてる者の宿命というか。いや、力も大事だが、戦闘において重要なのは精密さでしょ。確かに決まりのパイロットの腕はピカイチだ。狙われる可能性はある。当然。いくよ、ファルコンちゃん。しかしよ、なんでファルコンを操縦するときだけあんなハイテンションになるんだ。ノーコメント。いや、決まり狙うくらいなら俺だろう。なぜやろう。パシャー。ファルコンか、気持ちいいよね、空を自在に飛び回るのって。空を飛び回るってお前地上部隊だろ。あ、いや、気持ちよさそうだなってこと。いつか乗ってみたいな、ガッツファルコン。絶対ゴーってなるよね。スカイエアロー、ワンボルト、エアロストライク。やっぱり俺だろ、俺。ねえ、聞いてる？やっぱり私の血筋が関係してるのかな。あ、ごめん。
カツ丼って気分じゃないから。いろいろあってなんだか自分のことが分からなくなっちゃった。それでお父様に聞いたの、私の出生について。太古から続く闇の巨人との戦いには亡くなった母さんの血筋が大きく関係している。ユザレ！あ、でもユザレの力が使えることはまだみんなには内緒にしておいた方がいいよね。うん。お、なんか言ったか？うん、なんでもない、なんでもない。思い当たるとしたらこれくらいかな。シズマ財団の御令嬢だもんな。狙われる理由は十分か。え、あ、そういうことじゃないんだけど。ガッツセレクトの各種戦力、シズマ財団の資金力。あ、そうか。シズマ財団の巨額な資本をバックに装備の開発を一手に引き受けている人物。そう、次に狙われる可能性が高いのはアキト、お前だ。そうか。そうだよ、怪獣のハイパーキーのテクノロジーなんてどうなってるのか理解できねえもん。これまでに遭遇してきた地球怪獣の情報やお前が持ってきた宇宙怪獣のデータから科学的に能力を再現しているんだ。ドヤ顔。研究室のデータバンクに他にもいろいろな怪獣の情報がストックされているから、うんうん、これからも状況に応じてキーを開発していくつもりだ。はあ、やっぱりアキトの頭脳を狙ってくる可能性が高いか。なあ、この調子意味あんのか。よし、行くぞ。おい、マルール。行くぞ。無視。行くぞ。データバンクね、いいこと聞いたぜ。ん？くそ！証拠が隠滅されている。あれ？なくなってる。どうして？うるさかった。ああ、超うるさ、うるさ。待てよ、隊長さんは規律とかにうるさいところがある。もしかして。うおー、真相は一つ。マルール、なんか絡まってない？ね、なんか隊長に恩があるって言ってたけど。ああ、それはな、うん、君のその頭脳を地球の平和のために役立ててみないか。またあんたか。あいにく宮遣いは真っ昼だね。毎週木曜の北川人情放浪記が見れなくなっちまう。奇遇だな。私も見ている。おう、こいつは珍しい。私の保存している初回放送からの録画データ、共に来てくれるなら提供してもいい。この番組を見てる人間なら信頼できるかもな。手あんのか？あるわ。たくよ。信頼か、いい言葉だね。なあ、あいつは隊長に拾われたんだ。それで与えられた役割を果たそうって一生懸命なんだね。与えられた役割か。二人には話しておかなきゃいけないことがあるんだ。この前の戦いで僕は3000万年前の超古代に飛ばされて、そこで超古代のトリガーに会ったんだ。石板に描かれていた通り、トリガーはもともと闇の巨人だった。やめて、トリガー。僕と一緒に行こう。でもトリガーと向き合う中で全てを理解した。僕は3000万年経って復活したトリガー自身、
トリガーに芽生えた光から生まれたんだって。俺がウルトラマンになれなかったわけだ。驚いたよね。ちょっとね。お母様にはこのことは聞いてない。でも今思えば母さんはいつか僕が真実を知るのを分かっていて送り出してくれたような気がするんだ。でも母さんは母さんだし、僕がこの時代に転生したのもきっと意味があるんだと思う。強いなお前は。この前手にしたエタニティコアの力、これは僕はまだグリッターの力を使いこなせていない。もっと頑張らないと。よし、わかった。謎はすべてまるっと解けたぜ。そっち？うん、なんだよ。ここ、ここで。考えたくはなかったのですが、辰巳隊長を消したのは内部の人間です。彼にはどうしても辰巳隊長にいなくなってもらわなくては都合が悪かったようで。そういえば冒頭のルルイエは全く話と関わりませんでした。これも思い込みのなせる技です。解決編はこの後すぐ。メトロン星人マルールでした。おいマルール、俺たちも忙しいんだ。こ集まってもらったのは他でもない、辰巳隊長殺人事件の犯人が分かったんだ。え、それってってか何その服。ちょっと考えればすぐにたどり着ける答えだったぜ。ここは上空に作られた密室。そう、犯人はこの中にいる。あ、いや、死んだよ。何バカなことを言って。鉄心、お前3日後の格闘技世界統一戦 in 歌方ホールの S チケット当選してたよな。どうしてそれを。俺はこの船のオペレーターだぜ。ネットの履歴を探るなんざお茶の子ついついだぜ。最低、プライバシーの侵害。お前はどうしてもその試合を見に行きたい。だがそれには亀裂に厳しい隊長さんがどうしても邪魔だった。まさか。それだけじゃない。テッシン、お前上着はどうした。いや、汚れたからクリーニングに。はあ、汚れねえ。この戒律の戦い。嘘でしょ。それは言い逃れはもうできないぞ。いや、犯人御用だ。神妙に仕上がれ。何やってんだお前たち。生きてたんですか。勝手に殺すなっつった。本部の参謀会議に出席していただけだ。いや、でも緊急コールにも出なかったじゃないですか。通信機をメンテナンスに出すから、用があるときは使用の携帯にかけるようにとマルールに伝えといたはずだが。じゃあ、あの結婚は。結婚、うん、おー、これか。掃除が行き届いてないぞ。すいません。これ昼飯にホットドッグ食べようとしてたんですけど。ケチャップ
なんか口が詰まっててぶちまけちまって。スパイシー。やっぱりテレビのようにはいかないか。そもそもその日は休暇申請出してるんだよ。いいから経緯を説明しろ。一体何があったんだ。アキト、ちょっといい？どうした？ユザレのことなんだけど。どうか私たち人類の前に現れたルルイエにエタニティの奇跡を。ごめんなさい、ケンゴ。3000万年前、ユザレはエタニティコアの力に触れて。そうか、考えられるケースの一つではあったか。僕はユザレを守れなかった。だからユナは。ああ、絶対にそんなことにはさせない。信頼してるぞ。みんなの笑顔を守る、光の化身として。パスワードなんかかけちゃって、こんなもんトレジャーハンターの手にかかれば。極上ゲット。宇宙から飛来した新たな脅威、それは黄金に輝く謎の巨人だった。早くグリッターの力を使いこなさなくちゃ勝ち目はない。って、新しいウルトラマンまでやってきた。次回、ウルトラマントリガー黄金の脅威。スマイル、スマイル。